ミドルタウンはアメリカ合衆国ロードアイランド州の東部ニューポート郡の南側に位置する町である。2010年の国勢調査では人口16,150人であり、州内の市長を合わせて第22位だった。アクイドネック島の上でポーツマス町の南にニューポート市の北に位置しており、そのことからミドルタウンという町名がついた。18世紀前半。 不公平な課税と増え続ける人口など様々な問題を抱えて、ニューポートの北部に住んでいた自由保有権者が植民地議会に町としての独立を請願することになった。その結果、現在ミドルタウンとなっている土地が1731年にニューポートから分離し、1743年には町として法人化された。 1980年代、ミドルタウンの街中を通るイーストメイン道路とウェストメイン道路の大部分が商業化され始め、1990年代後半までに、この地域はアクイドネック等の中心的事業地区になってきた。ミドルタウンの第一海浜ミドルタウンの第二海浜アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は14.9平方マイルであり、 このうち陸地13.0平方マイル、水域は2.0平方マイルで、水域率は13.18%である。ミドルタウンはアクイドネック島の農業社会として知られていた。今日、開発された土地の大半は町の西部にあり、田園部が残る部分は主に東部にある。町内にはいくつかの海浜がある。ミドルタウンは町全体を選挙区に、 党派選挙で選ばれる7人の委員で構成される調整委員会が統治している。行政権は指名される長管理官に与えられる。党派選挙によらない教育委員会の委員も選出している。連邦議会会員ではロードアイランド州第一選挙区に属している。2015年時点で民主党議員を選出している。衆議会では上院一人。 会員3人の選挙区に入っている。上院第12選挙区はニューポート、リトル・コンプトン、ディバートンの一部を含んでおり、2015年時点で民主党議員を選んでいる。会員は第72、第73、及び第74選挙区に入っている。第72選挙区はニューポートとポーツマスの一部も含んでおり、2015年時点で共和党議員を選んでいる。 第73選挙区は、ほとんどがニューポートであり、民主党議員を選んでいる。第74選挙区は、ミドルタウンとジェームズタウンで構成されており、民主党議員を選んでいる。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。一般用途向け公共空港であり、アクイドネック島では、唯一の空港である、ニューポート州営空港が、ミドルタウンの町にある。 ウェストメイン道路とイーストメイン道路がミドルタウンを南北に通る幹線道である。ミドルタウンにはセントコロンマズクリケットクラブがあり、毎年ニューイングランド地域にあるチームを集めてクリケット選手権を開催している。ニューポートナショナルゴルフクラブがミドルタウンにある。ミドルタウンアイランダーズというホッケー、フットボール、野球、バレーボール D、ダクロスのチームがある。 ニューイングランドの他の多くの都市とともに、ポップワーナーフットボールチアリーディングに入っている。2009年9月時点で、ミドルタウン公共教育学区は幼稚園前から12年生までを教える4つの学校がある。アクイドネック小学校、ホレストアベニュー小学校、ジョセフ h ゴーデット中学校、ミドルタウン高校である。2009年9月から4年生はすべて、 ジョセフ一号デッド中学校に通うことになった。以前にあったジョンカイケネディ小学校は予算カットのために2008年から2009年の教育年度で閉鎖された。町内の私立学校はオールセンツアカデミーとセントジョージズ学校がある。プレスコット農園の風車1811ごろ建設 AB アメリカンファクトファインダー。 United States Census Bureau 2008年1月31日、閲覧。U.S. Board on Geographic Names United States Jobalogical Survey 2008年1月31日、閲覧。 http://www.imdb.com コロンススララッッシシュュスラッシュタイ <mag problems> <戦> <quote groans> トルスラッシュ tt1405365 スラッシュ l o c a t i o n s f イ t t d t t d t ありがとうございます。